はい、お待たせいたしました。はい、では動画台の方開きましたんで、これから始めたいと思います。今回はもう、いやそうですね、1回言いましたけど、ワンセット動画台に全部収めますんで、皆さん一応ちゃんと呼ばれたら来てください。はい、それじゃあ第3回のギルティ大会始めたいと思います。お願いします。ということで第1回戦、マリモさんとキラさん。はい、キラさんとマリモさん。あれ、もしかして今やってんのか。多分だね、やってる。じゃあ飛ばします、1回戦。次、豊さんと一斉さん。豊さんと一斉さんいますか。よ、豊さんと一斉さんいますか。いない。ちょっと待って、おどんだけだよ。集まれ。で、豊尾さん、一斉さん、やってるのか、二人と。二人と、あ、終わった、あ、終わった。ということで、さっきのアンジがマリモさん、マリモさん、あ、OK。はい、じゃあ一回戦いこう。じゃあすいませんね。はい、ということで、マリモさんとキラさん、やっていきたいと思います。マリモさんですよね。はい、じゃあじゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。はい、席どっち、 1P 側か 2P 側か。 2P 側。どうです。じゃあマリモさん 1P 側の方へ、これでお願いします。すいませんね、なんだかんだでちょっといろいろと。はい、じゃあ準備が整い次第押してください。お願いします。ちゃんとマイク入ってるかな。はい、アンジとソル。まあキラさんはね、つい最近やり始めてたんでね。アンジと、あら、アンジの強化点とか弱体化とかようわからないから聞いてないですかね。さあ、やっていきましょう。お互い距離取って攻めに行ったのがアンジ。距離取っていって攻めに行く。はい、オン締めて、おお、しっかりガードしてる。ガンガン攻めていって、ジャンプで下げていく。カウンターからしっかり確認していったか。はい、オンを決めて中央へ。はい、シスで置き止め、動いてしまった足場で締め、もう一丁ボールカーが出ないか。出ランから FB 使ってしっかりと高田調整ぴったり、マリモさんが一本取っていく。昇龍が昇龍が、まあしょうがないよ、始めたばっかりよ、わからないかまだ。いいんだよ、この前教えたことやったって、グランドバイバーぶっ放すよ。いいよ。さあ、立ちくらいから投げにはいかなかったが、投げいけたっけ、いけるか一応。さあ投げて画面端、アンジが追い詰めて抵抗して見てる。意外なところでしっかり立っている。さあ吹っ飛ばしてガードしていく。さあちょっと警戒気味になってきた。ガンフレーム出していった。さあ画面端から逃げられない、立ちで固めてゲナン、シズユ、ボルカ出したがすかしてしまう。立ちで5敗。さあ、いろいろ警戒してるか、逃げていく。立ちで決めて、テイクリボルバー当たらない、締めていって、ガフレームダウンを失ってしまう、惜しい。さあ、カウンターするも、そこから座ってない。さあ、ゲラン、これは中断。赤質は中断なんでね。はい、はい、マリモさんの勝ちです。おめでとうございます。はい、次、豊さんと一斉さん。豊さん、一斉さん、はい、じゃあじゃんけんして席を決めてください。 1P あっちです、 2P こっちです。はい、いやしょうがないよ、俺のせいにすんなよ。まあ、コマンド表をちゃんとやっぱ全部覚えるのは大切だね。
いやいつものメンバーだったらちょっと今日は少ないですよ。総勢今日は15人なんで、前回17人だったかな。しょうがない。さあブリジットのなんだっけ、豊さんが、あ、そうか、ボチョムキンか。ブリジットのボチョムキン、ボチョムキンはスライドヘッドのリターンが少なくなったけど、なんかあれでいいよねって思っちゃうんだけどね、スライドヘッドはとりあえず。ただそれ以外細かい動きできるようになったからな。ファンブレー青とかなんだろうな。まあボチョムキンバスターの青はなくなったけど、画面走れば追撃可能だし、てかむしろ有利フレーム増えたのかあれ、青は使わないけど。さあヨーヨー設置しながら中距離、遠中距離でヨーヨーでロジャーで頼っていく戦法が、いやこれしかないよな。さあ尻で消される、タワーがバスト、スライドヘッドは当たらない。さあゲナンしっかりガード引き寄せ、相手のジャンプ防止か、そのためにエースを出していった。さあ中央、さあダウン取ってしっかりとローリングで下げている。そっか、今回からヨーヨーの変更としてあれなんですよね、ずらし押しがなくなった代わりにボチョムキンバスター、違う。まあボチョムキンバスターは合ってるけど、ただまあそう、今回から仕様になったんだよね、一回止められるっていう、一回止められる、違う。あっと発動できなかった、発生補償はないのか。さあ遅れさせろ、中断、ボチョムキンが取っていく。いやーやっぱハマるは強い、その辺はやっぱ変わらないね、ボチョムキン。さあ前で前後で歩きながらゲージを貯めていく。さあ引き寄せて行くが、うまくたぐれない、ジャンプで逃げてくるブリジット。さあつけていって、よい発動して、ロダーラッシュ、ダウンは距離的に奪えなかったか、とロダーラッシュしっかり出してくる、ラッシュじゃなかった、なんだっけ忘れた。さあリバサでポチョムキンバスター出したが、ジャンプで逃げている、中断。さあゲランタグ、球のバスト跳ね返していく、あーっと高すぎだ。あれ今回ニエスの引き戻しあったよな確か。あーいいですね、ジャンディーからのスターシップ。さあ相手の動きを許さない、ブリジットが一本取ってくる、1-1。おっとこれは見えねえ。てか動くなー、そうしたら。さああっと、さあシンプルフォローしていく、足場では確か青ありましたね。さあダウン大市で橋へ寄せていく、バースト警戒していたがローリングで当たってしまう。さあ止めてラッシュで戻していく、この体力差はきついな。さあ距離が遠い、そうなんですね、今回跳ね返ないんですよね。さあ下段コースが上がらない。さあここでダウンを奪っていく、おっとでっかい。そうか、とりあえずリレーで返してもダメージ与えられるんでね、それ倒せるのか。さあ慎重な戦い、フリーズ最後、おいガーッと効果的なさってのは最後つながってね。ということで伊勢さんの勝ちですね、おめでとうございます。